アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。第8試合スーパーファイト K-1 ウェルター級ワンマッチを行います。青コーナー174センチ、 67.3キログラム、 ブラジル、ブラジリアン対東映カモ、ウィトータファーネリー。 K-1 初戦線ブラジリアン対風雲、ウィトータファネリー。赤コーナー175センチ、 67.4キログラム、 日本 K-1 ジム相模大野クレスト。第2代 K-1 ワールドグランプリスーパーライト級王者、ノエリー正明。シンジアの怪物は今日もクールです。ノエリー正明。ジャッジ山田正美、豊中稔、山崎明、レフェリー芹沢健一。 K-1 ウェルター級スーパーファイト3分3ラウンド延長1ラウンド。さあ正人さん、はい、このノイリの恐ろしさ、強さを九州の皆さんにぜひ知ってもらいたいですね。そうですね、本当になんかこう攻撃力強いですからね。そうですよね、やっぱり足見ても太いですもんね。なんか大きくなりましたね。大きいですよ ね、かなりスケールアップしたと話してましたね。なんか適正体重なんじゃないですか今。ウェルターです、ウェルターでの挑戦です。まあ、関さん、ブラジリアン台風、ブラジルサンパウロ出身のトファネリ、初めて K-1 の世界にやってきました。しかも1回も負けたことない、 K-1 負けしたことない。はい、ラウンド1、楽しみですね。さあ、ウェルターノイリの挑戦、ビトートファネリを迎えました。第1ラウンドがスタートしていきます。久松さんはどんなところを楽しみにしていらっしゃいますか。やっぱノイリー選手の久しぶりの KO 勝利見たいですね。見たいですね。マシクリー、このバックキックが正人さん、はい、そのトファネリの得意技というふうに話していました。まあでも落ち着いてますよね、ノエリ。そうですね、冷静ですね。ゆっくりゆっくりプレッシャーかけて、はい、ここのところのカウント処理がないノエリです。かなりプレッシャー感じてると思いますよ。右のロー、音が鳴り響きます。重いですね。まあ、関根さん、ここ最近はノエリは強豪外国人選手との対戦が非常に多いという状況ですよね。多いですよね、ことごとく倒してますよね。左から右のストレート、ビトートファネリ。トファネリは戦績は15戦目に入ります。14勝8敗1分け 10KO という状況です。ローが重いな。相当重い音が福岡国際センターに鳴り響きます。ノイリ戦績はこれが52戦目になりました。左を1つ入れましたノイリです。戦い方は非常に攻撃的になったというふうに話します。会場がファネリはもうずっとあれですもんね、はい、コーナー、あのロープ背負って戦ってますからね。そうですよね、じわじわと寄っていく。左ロボを追い詰めて左、トワネリも左のフックを払ってきました。いや、何か瀬松さん、はい、重々しい空気感。いや、そうですね、もう会場が一気に緊張しちゃいましたね。まあ、マサさん、この雰囲気というのがノイリの醸し出す雰囲気ですよ ね。いつものノイリですよね。ただトファネリもいい左フック打ちましたよね。右ストレートを大きく打ってきます。結構パンチ切れますね。早いですね。早いですか。ちょっと怖いですね。キック、そして空手のテクニックには自信があります。ブラジル65キロ級キックのチャンピオンです。韓国でもキックボクシングのタイトルを手にしているのがトファネリです。ジャブ早いですね。早いですね、パンチ。少しトファネリも前に出る時間がありました。さあ、1分を切ってきました。第1ラウンドです。ノックアウト勝利は絶対というふうに話すノイリです。左のジャブ3つ、左のフック、左のミドルキックです。 K フェスタでは、 K フェスタ3では案が急遽参戦が決定し、ダビド・メヒアを判定で下したというノイリ正明です。スーパーライトのノイリからウェルターのノイリへと変わっていくための挑戦が続きます。右のボディが入ったトファネリです。ちょっとトファネリサウスポーやりにくいそうですね。嫌ってますかね。嫌がってますね。どう攻めていいか分からないなっていうような。一方ノイリ正明は虎視眈々です。まずは第1ラウンド様子を見てどこでラッシュに行くかです。10秒を切ってきました。左のボディは得意、そして
ノイリーの膝には注目です。第1ラウンドが終了しました。尾藤トマネリとノイリー正明の3分間です。最初の3分間は関根さん、全体的な印象いかがでしょうか。いや、ノイリー選手がちょっと押してましたよね。押してました。様子を見ながら押してましたよね。いいプレッシャーかけてましたね。まあ、まずは相手の様子を見て、正明さん、データを揃えてという第1ラウンドですね。そういう感じですね。こう2ラウンド目からどう出るかなと、はい、2ラウンド目からこうコーナー詰めてパンチの連打ボディに行ったりとか、こう攻撃してくるんじゃないですかね。倒しに来るんじゃないですか。そうですね。まあ、相さん、ノイリー正明はいろんな引き出し持ってますからね。そうですね。外国人選手に本当に強いですよね。KO へのリベンジに燃えるノイリーでもあります。プロでの戦績は51戦戦って1勝10敗19の KO 勝利があります。ただここのところノックアウト勝利がないというノイリー、4戦ぶりの KO 勝利を目指すという効果のラウンド2。さあ、福岡決戦、九州初上陸、ノイリーのお披露目。先にパンチを放っていたのは尾藤トマネリです。右のキックを2つ。さあ、松本さん、どこでエンジン入れてくるかですね、ノイリー。そうですね。左を差し合う。ちょっと1ラウンドよりはこう、はい、プレッシャーをかけるピッチが速くなってきた。速いですか。この決めに来ましたよね。相当距離が短くなってきました。ノイリーです。入ってくる。相当プレッシャーかかってきます。この圧力、ノイリーらしさ。右のアッパーを1つ入れてきました。トワネリです。トワネリもパンチリフトもらってないですね。あ、まだもらってないですね。ただローキックを何発かこうガードしないままもらってるんで、効いてくるんじゃないかなっていう気がしますけど。まあ、関根さん、相当粘っこさはありそうですよね、トマネリ。そうですね。左ストレート、左もう一つ、キック、さあ、効いたか、コーナーに追い詰めた。攻撃的だな、いいな。ステイラックスさん、ノイリー正明をご覧いただきましょう。右のボディ、これも入った、効いている。ただトマネリもタフですね。気を負けないっていうことだったので、うまくかわした。コーナー回避からまた詰めていく左。いや、相当パンチなどスピードアップしてる感じ、関根さんありますか。いや、ノイリー選手、あの攻撃的になりましたよね、以前より。ペースが速くなりました。ペースですか。あの攻め込むペースが。まあ、まさにこのウェルターでの勝負になってますからね。ここの適性ですよ ね、 ね、やっぱりこうウェルターっていう大きい回転になってくると外国人選手、マジでパワーのある選手多い、たくさんいますからね。そうですよね。2階級制覇を目指している27歳です。ここも連打、ロープが追い詰める。いいよ、ストレート。結構あの左のボディで、あー、効いた。あと効いた。だから攻めました。まずダウンを取りました。ストレートですね。右ストレートですか。その前の左ボディもちょっと効いてんじゃないですか。さあ、久保さん、このまま行きますかね。いやー、ちょっと行ってほしいですね。KO 決着あるか。KO になれば4戦ぶりです。ノックアウトは絶対というふうに話します。この福岡で周囲が凍りつくようなノックアウト勝利を見せますというふうに語った2体の怪物。いった、膝入った。右ストレート、コーナーに追い詰める。さあ、その時は来るでしょうか。ウィニングブロー、ちょっと膝でいった。連打パスを叩き込む。逃げ場がなくなった尾藤トマネリ。カード勝利は一度もありません。うまく返しました。ですね、トマネリ気持ち、あの心折れないですね。そうですね。いや、効いてるんですよ絶対。効いてるけど倒れない。いや、磯間さん、このトマネリ選手の侍のような魂も素晴らしいですね。すごいですね。目から倒れてますよね。侍スピリットを持つブラジリアンです。日本に憧れ、 K1 に憧れ、そしてこの日本で心を磨いてきました。ブラジリアン台風、左ボディリードもありました。ノイリーです。関根さん、第2ラウンド圧倒したという印象もありました。いや、ノイリー強いな。僕はちょっと個人的に好きだったのが、あの左ボディ2つ入れた後に右ロー入れるんですよね、はい、3発目に。あ、渋いな、あのテクニック。ここは膝入った後、左の連打でしたね。やっぱりあれですよね、1ラウンド目からサウスポーにちょっと反応できてないですよね。そうですね。左ストレート全く見えてないですね。まだよく入りますよね。まだ久松さん、なかなかトワネリ倒れませんね。そうですね、本当にタフですよね。新生 K1 九州初上陸、福岡初ファイト。このノイリーの強さを九州の皆さんにぜひ見てもらいたいというノイリー正明、 K1 の歴史
初めての九州セーバーが上がっています。さあファイナルラウンド第3ラウンドです。一度第2ラウンドでダウンを奪っているのは野入雅紀です。ラウンド3ファイナルラウンド27歳野入雅紀最下第3ラウンドのゴングです。そこを連打下も一つ入れます。左のミドルミドストレートをねじ込んでくるような微糖とまねのパンチ。ブレイク野入りは落ち着いてますね。本当にコントの声にうなずく余裕ありますもんね。周囲の状況もよく把握しながらという野入り、また今日もクールです。左ストレート小羽根を前に来ます。アッパー、右アッパー、ブレイクストレートは死んでないですね。右足だけちょっと気をつけたらいいですね。ガードの間をねじ込むようにして右のストレートを放ってくるという尾藤とはねりです。バックブローが来る。ブレイク、ただほとんど関根さん、ノイリはダメージないですかね。ないですね。ダメだ、危なと大きく出てほしいし、注意が与えられました。倒しに行ってほしいですね。必ずノックアウト勝利で決めてみせるというふうに話したノイリです。ミドルから、ね、左の層、この左のスレッド入りますからね。ちょっとトファネリに前に出られちゃってますよね。距離詰め始めましたかね、トファネリは。結構クリンチからの顔のパンチは結構荒い攻撃しますね。結構嫌ですよね、ノイリやられると。嫌というか、こう気持ち的に。さあ、あと1分半を切りました。慶応勝利はあるでしょうか、ノイリ正明です。一撃は非常に重い。ノイリスケールアップしてきました。パンチから膝につないでいくかどうか。いや、タフだな、トフェンネリ。ちょっとノイリも苦戦している感じは、関さん、ありますかね。ちょっとね、気持ちが強いね、トファネリ。ブレイク、必ずクリンチいきますね、最後は。もう前へ出ますよね。さあ、1分を切ります。ファイナルラウンド、膝2つ、左距離を縮める。最後は左が入りました。ボディからの左です。ノイリのパンチ、おっと、今まっすぐ行く。今狙ってますよね、細かいパンチで散らして、はい、今いい膝入りましたけどね。そうですね。ただダメージはあるのかどうか。ダメージあるけどやっぱりあるんですよね。ローキックとボディっていう気持ち次第なんですよ、ね、そうですね。気持ちの弱い選手だともうあそこで折れてることあると思います。ただ立ち続けますね。選手タグネスのボディングに対して警戒が与えられました。再開します。一度もノックアウト負けしていないという粘っこさがあります。尾藤とはねり、うなずけますね。これ慶応負けしないですよ、なかなか。タイトルを総なめにしたノイリです。ブレイク第3ラウンドも終盤に入っています。にバックキックで来るという尾藤とはねり、まだ動いてきます。このスタミナ、素晴らしさがありました。判定に入ります。また終了しました。ちょっと顔をしかめたノイリマサキでした。いやー、マサさん、この表情どうご覧になりますか。いや、倒したかったけど倒せなかったっていう表情ですよね。まあもう、こう勝つのは当たり前と思ってると思うんですよ、はい、勝って当たり前、やっぱ倒さなきゃっていう、ここ最近やっぱり競技ができていないので、はい、余計に倒したかったと思うんですよね。そうですよね。セバさん、ビートを飛ばせにはなかなか倒れませんでしたね。そうですね、本当にもう気持ちも強くて、ノイリ選手のパンチ何回も何個もちゃんと当たってるのに倒れないってことは本当に強い選手だなと思いますね。まあ、ただ関根さん、ウェルターでのノイリの可能性もかなり感じる。そうですね、3ラウンドでしたよね。お待たせしました。相手は強かったですよ。判定結果をお知らせします。さあ、判定です。ジャッジ山根30対27、赤ノイリ。ジャッジ豊永ノイリです。30対26、赤ノイリ。ジャッジ山崎30対26、赤ノイリ。以上、判定3対0をもちまして勝者赤コーナー、ノイリが判定勝利です。ただ目指していた会場が凍りつくようなノックアウト勝利はありませんでした。笑顔はありません、ノイリ正明です。やっぱあれですよね、階級を上げたことによって相手のこう立つさも上回ってきて強くなってるんですよね、はい、なかなか倒れてくれないという感覚ですか。そうだと思いますね、やっぱりこう
と書いてあげた階級の違いっていうのをノーリーが一番感じてるかもしれないですね。まあ本当に澤さん魅力的なファイターですから、はい、2階級制覇みたいですよね。これからまだまだ多分成長されると思うので、それをぜひぜひ見たいなと思いますね。勝ちましたノイリ選手では、トロフィーがベルターの挑戦。ノイリベルターでの可能性はどうご覧になってますか。いや、あるんじゃないですか。やっぱりうまいですよね。田中純次様です、はい、ただ今日みたいにこの外人選手がね、はい、もう瀬戸際に立たされて必死になってこうやって出てくるのをね、どうもうさばくかですよね、はい、今後の課題はね。まあ、ノイリがまた強くなるための効果でのリングだったのかもしれません。このダウン取った右ストレート、顎をまっすぐ打ち抜いてますね、ピンポイントで美しかったですね。ノイリはこれで52戦62勝19KO ということになりました。場内の皆様のベルターで勝負するノイリーマサーク、ブラジリアン大会のお話を見事暮らしています。本日全試合終了後、報告の